XP-58 チェーンライトニング XP-58XP-58 XP チェーンライトニングはアメリカ陸軍航空軍向けに開発されていた総発戦闘機ロッキード社の開発であり P-38 の発展型である1944年に初飛行したが開発中止となったアメリカ陸軍航空隊は1940年4月20日に ロッキード社に対し、P-38 発展型の長距離戦闘機の開発を発注した。丹崎案と福崎案が検討されたが、福崎案が開発されることとなり、XP-58 の名称が与えられた。当初案では、エンジンの乾燥、強化のほか、胴体後部に重手席及び重刀を設けるというものであり、基本スタイルこそ P-38 を踏襲する。 ものの、胴体部の変更、エンジンナセルの拡大、主翼も拡大されるなど大幅な変更が図られていた。エンジンは、当初、液冷エンジン搭載を検討したが、実用化に問題が生じ、空冷のライト R-2160 エンジンを搭載することとした。このエンジンは開発中であり、出力は2300馬力の高出力を計画し、 正面面積を小さくする代わりに42気筒となっていた。1942年9月に入り、アメリカ陸軍航空軍は、XP-58 を大口径機銃装備の迎撃機にすることとした。対爆撃機用の装備であり、機種に 37mm 機銃を装備している。R-2160 エンジンは開発の進捗が思わしくないため、 1943年2月にアリソン V-3420 駅レエンジンを使用することに変更された。XP-58 が初飛行したのは1944年7月6日のことである。この時点で大爆撃機用新型迎撃機の必要性は少なく、2機目の試作機の製作は中止された。1944年10月に 陸軍航空軍へ納品されたが、その後の開発は中止された。ありがとうございます。